スクープスイープを相手がですね、奥襟を掴んで止めてきた時も対処できますね。西のガードから相手の足をスクープしに行った時に、相手がこちらの手で首を巻いて、なおかつ、相手が奥襟を掴んで膠着してしまうシチュエーションですよ。僕が下敷きになって、まあ、相手もここからうまく動けないんですけども、僕もここからうまく動けなくなるシチュエーションになりますね。でこの場合アンダーフックを刺してても、奥襟を掴まれているのでアウトサイドフックをかけてテイクバックを狙ってもなかなかこの首を捉えられている状態では後ろに回れないですね。でここからのシチュエーションとしてまずはこっちですね。逆側の足のフックを差し入れて、相手が巻いてる、首を巻いてる側にフックスイープを仕掛けて、そのままトップポジションにスイープして。でもちろんフックで返せればそれでいいんですけども、基本的には今のフックスイープを仕掛けようとして、首を巻いてる側に返しそうとしては、相手が逆サイドにバランスを取ってくるので、フックを返そうとするんですけど、ここでバランスを取ってくると、僕がですね、仰向けになる状態が作れます。そのまま逆方向に押し出していって、ロールオーバースイープ。同じ流れなんですけど、ロールオーバースイープで勢いが足らずに止まってしまった時ですね。返そうとして乗ってきた相手転がす。で、止まってしまう。で、中途半端の場合は逆サイドの足でアウトサイド、足のフックをかけて押し出して、サポートしてトップポジション。